デボンタ・スミスは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、アマイトシティ出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションは、ワイドレシーバー。NFL のフィラデルフィア・イーグルスに所属。アラバマ大学に所属していた。1年生次の2017年、レシーブ8回、160獲得ヤード、タッチダウン3回を記録した。2018年の全米チャンピオンシップの、 ジョージア大学戦では延長戦で試合を決めるタッチダウンレシーブを決め、アラバマの勝利に貢献した。2年生シーズンの2018年には、レシーブ42回、693獲得ヤード、タッチダウン6回を記録した。3年生になっても、レシーブ68回、1256ヤード、タッチダウン14回と、好調なシーズンを送った。 2020年11月21日のケンタッキー大学戦で2回のタッチダウンレシーブを決め、SEC の歴代最多記録を更新した。スミスは AP 通信年間最優秀選手賞を受賞した、初のワイドレシーバーとなった。また2020年のハイズマン賞も受賞した。ワイドレシーバーとしての受賞は、1991年のデズモンド・ハワード以来であり、 全体では4人目の受賞者となった。その数日後に行われた全米選手権のオハイオ州立大学との試合で、スミスは手の負傷で第3クォーターの早い段階で退場した。それにもかかわらず、カレージフットボールの各タイトルゲームでのキャッチ数とタッチダウンレシーブ数の記録を樹立し、さらに合計215獲得ヤードを記録した。 アラバマ大学はこの試合を52から24で勝利し、スミスはチャンピオンシップゲームのオフェンス MVP に選ばれた。アラバマ大学でプレーしている間、スミスは多数のレシーブ記録を樹立した。大学在学中、スミスはその小柄な体格と優れた運動能力からチームメイトからつけられたザ・スリム・ディーパーという名で知られていた。 2021年4月29日に行われた2021年の NFL ドラフトでペンシルベニア州フィラデルフィアに本拠を置くフィラデルフィアイーグルスに全体10位で指名された。ありがとうございます。